も雨か。雨でも関係ねえ。戦いつうものはどんな日であろうと終わらないのだから。センキュー。今日は何を打つかまだ決まってはいない。今日はパチンコだ。今日はパチンコ。このゲンさんに全てをかけるぞ。これが多分現状ノーマルレートですね。これに0を3つ取って6をかけると3万円じゃないですか。3万円で1000発ってことは、3万円で1万発ってことは1玉3円ってことですね。1、10、100、1000万、10万、100万、500万ドンで1万発。つまりじゃあ5000万ドンで1万発にすれば10倍レート30万円パチンコってわけになるってことですね。それならさ、一気に30万使うんではなくて、こっちの0を3つ取って6かけたら1万2000円、1万2000円で、まあ、4000発なんですけど、これを12万で4000発、12万円で4000発、つまり30円パチンコ。一気に1万発借りるよりも4000発借りよう。12万円で4000発借ります。1枚3000円札が10枚、これが10枚ですね。10枚、これが10枚、20�枚、30枚、40枚、つまり3000円札が40枚で12万円ですね。3000円札が40枚で12万円、12万円で4000発お願いします。1箱1000発、4箱で4000発、4000発だぞ。日本で言ったら1万6000円分、それの 7.5 倍レート、1万6000円分ならゲー当たってもおかしくねえからな。行くぞ。1000発で79回で回った。つまり4000円分、日本でいう4000円分で79回転ってことは 19.5。 これなら戦える。フラッシュさえ持ってくることができれば、これならマジで戦えるぞ。いくぞ。2箱目。1万6000円分、4000発、12万なくなった。でも20回で回ってるぞ。1000円あたりの回転数は20回で回ってる。行くしかねえ。スイカ12万、行くしかねえ。なんで最中なのに当たんねえんだよ。3000円札40枚、40枚だぞ。これで頼む。10倍レート4000発ください。おい、どうなってんだよ。おい、24万、今24万8000発だぞ。8000発使ってんだぞ。なんで当たんねんだよ。おい、2倍余り、なんでこんな時に限って。日本で散々ハマってきたじゃん。もう行くぞ。行くしかねえから行くぞ。12万、12万円分ですね。12万、40枚、40枚、頼みます。当たりを持ってきてください。支援するぞ。この球で当たらなかったら目標のボロ負けだぞ。絶対当たり持ってくるんだぞ。
792回転頼む、さあ行く前に当たってくれ、もう当たってくれ、もういいだろう、もう一騎士23まで行ってくれ、よし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 、泣けるか、落ちろ、よしあるぞ、792回転すべて俺のもの、チャンスだぜ、激アツ激アツ、これ好奇心か、もう最後だぞ、みなぎってたぜ、この世は先ほどし大丈夫、さすがに取る、助かってもらったろ、ナイスカカゲ、これはさすがに取った、カカゲさすがに取った、これが外したら何で当たんだよ、これで当たるに決まってんだろ、おかしいってバグってるじゃん、カカゲまであった、何だったんだよ、当たれよ、三倍ハマり、三倍ハマり、おい、どうすんだよ、三倍ハマりだぞ、今日で全部失うかもしれん、今日で全て失うかもしれん、スロットで勝ってもパチンコで全部失うかもしれん、どうするんだ、でも最終的にはプラマイゼロだから行くしかねえ、行くしかねえ、993回転投射48万、投射48万、ここラッシュ、ラッシュ取ってくれ、14000発、まだまくりはありえる、落ちろ落ちろ落ちろ、だったー、993回転、死ぬかと思った、50万いくと思った、なんとかなんとか当たりを持ってきて、しかもラッシュ、ラッシュなのであれば1万4000発出せばそれでいい、1万4000発出せばまくれる、プラマイゼロまで持っていける、全然射程圏内だぞ、
助かった。反撃ののろしはここから始まる。ミッションまくるんだぞ。反発は許されない。いくら使ってると思ってんだ。こっから大爆裂、最低でも40連すれば爆裂る。48万を爆裂る。48万、1万4000発俺なら出せるよな。20万反発は許されないぞ。いっけ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 。よし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 。危ねえ危ねえ。いやいや、させんぜ。命かかってんだぞ。ナイスナイス、突破しました。これ大丈夫です。これは大丈夫です。同じキャラなんで大丈夫。でかい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 。この9ラウンド先発出ればそれだけで3万だからな。この1回の当たり、この1回の当たりです3万。でかすぎる。しかもダメ押し。次の当たりまで持ってきた。まくれる可能性はまだあるぞ。でかい。安心。今は安心が一番欲しい。安心。1/2。いい方の1/2。取れてる。いい方の1/2だぞ。ずっとそれ取り続ければ勝てる。弾がもったいないから身打ちするのはやめとく。まだ4000発すら出てねえ。投資は1万4000発でも持ち玉は借りた分まだ使ってないから、万発出せばプラマイゼロまで持っていけるんだ。頼む。こんなとこで終われるか。最高の一撃で奢ってくれ。よし、しかもなのやばすぎ。エグすぎる。マジまくりやれるかもしれない。仕切り直し。
仕切り直し、ここの2分の1、大事、大事、大事だぞ。ナイス、危ねえ、マジで引き上げた、引きつけな、表現な、よし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 、まあ平均超えたからな、もっと上振れしよう、レンチャンスはもっと上振れしよう、3倍ハマり食らってんだから、全力も3倍ハマり、30レン、3倍ハマり、40レン、40レン持ってくるんだぜ、40レン、ナイス、ナイスレン、ナイスレンさん、でかすぎる、ここに来ての安心、7000発を囲えるのか、まだ半分、いや、最低限万発、もう射程圏内、射程圏内入ってるぞ、完全にバトル流れ、流れができてるな、このまま順調に行くんだぞ、2分の1のランスを持ってくるだけ、よし危ねえ、危ねえ、まずい、回転で当たらないと、もうヒヤヒヤする、このまま100人で100万勝つぞ、100万勝ちもまだ射程圏内だからな、早い早いって、まくってね、100% 万発は超えるだろうな、万発超えればプラマイゼロ、それ以降はプラス1、運命を分ける瞬間だぞ、この2分の1で今日1日、いやベトナムの生活の命運を分けるんだからな、最高の一撃で神のイカズチ、ハンドルを左に戻してくれ、精神の持たれ、速攻速攻だ、行くしかねえ、まくり切ってねえ、こんなんじゃやった意味がねえ、速攻だ、速攻します、当たりました、134回で押しキャラ、ミカステージの押しキャラ工程で地に妙量像当たりましたね、134回で、これ確か確定だったはず、なんでこれ当たりましたね、ラッシュだったら勝ち逃げ、ラッシュだったら勝ち逃げだぞ、当たりこれ確定だからな、60%もし取ったら勝ち確だぞ、行くぞ、
おい頼む、60番持ってきてくれ。もう60番取るか取らないかは全部チロさんやぞ。平均7000発返ってくるとしたら、お前ラッシュ取れば平均20万は返ってくる。ブラケンするんだぞ、分かってるだけやさ。全体お、光ってるボタンが最初にある、光ってるボタンが最初にある。ほら、もらったろ。頼むぞ、ミカ。これ大丈夫か、大丈夫か。要塞サチュパチやぞ。何にも減ってねえ。最後の一撃、ここで全てが決まる。神のイカズチ4体。おい、ふざけんなよ。光ってるボタンあったじゃんかよ。大工のゲンさん、おお、うどれだけ振りついて、どれだけ絶望を味わいそうになったか。でも大丈夫、自力で持ってきたんだ。線はまった時はどうなるかと思ったけど、130回で自力でこの奇跡を持ってきたんだ。2分の1だぞ。いけ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 、ダメや。おろっておけ。2分の1、ナイス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 。よし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 、終わるなよ。このまま気は抜くな。一発一発、1連最低でも1連ずつ積み上げていくぞ。積み上げていかないと万発までいけない。一個一個大事に。やばすぎだろ。でかすぎる。しょっぱな20発取ってきたの偉すぎる。このネクストがめちゃくちゃ本当に安心感を与えてくれる。ネクスト出た瞬間、すごい息が、静かい深呼吸ができる。ありがとうカンナ、ありがとう。うまい、2分の1仕留められてる。えぐいな。みんなチャンネル登録高評価よろしく。これ多分まくるぞ。48番まくるぞ。終わりだよ。危ない、危ない危ない危ない。
終わるな。おまくってないんじゃないか。おまくったのか。いや、これもし終わったら切りまくってない可能性ある。まくってなかった。お前せっかくのチャンスだぞ。大勝ちするチャンス。ここをもし突破することができれば平均8000発平均超えるからな。やめだ、もうやめだ。2回連続ラッシュ取ってるからな。やめだ、交換だ。1万6000発あればプラスですね。1万6000発どうしよう。1万6000発。うわ、全然足りねえか。1万6000発。負けたんか。大勝ちできるチャンスはあった。のに結局負けか。48万投資回収41万、収支は7万負け。7万で済んだと言いたいけど、100万勝つなら今日だった。100万勝つなら今日だったよ。チャンネル登録、高評価お願いします。明日も命あるんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。こっちの天井まで真っ白なんだ。